はい、皆さんこんにちは、ダイダルです。すすめキノピオ隊長で、今日もやりましょう、特別編です。はい、ということでね、ね、また今日もやるんですけど、とりあえず全ステージね、ダイヤモンド集めつつね、チェックマークも入れて進めております。さあ今日はね、ここステージ10からやっていきましょう。ヘイホーの街角でお化け退治。またちょっと待って、これキノピコっていうかチェリー出てきてね、1人で2人やって、テレサやっつけながら行くのかな。まあやっていきましょうか。よし、そうやって、わあ、またチェリーやるやん。2つのヘッドライトでテレサを倒しやすくなりますっていう。これ絶対2人プレイだったらいいけど、1人プレイの場合はチェリー出しておくから、お前ら1人でやれよ、1人で2人やれよってことだよね。冷てえぜ、ほんと。行こうぜ。ダイダラくん。ダイダラくん行こうぜ。待て。ダイダラくん、やべ、あ、ダイダラくんピンチ、いきなり。チェリー復活やん。え、チェリー優しい世界やな、チェリーチェリー。えびびびび、チェリーチェリー、チェリーボーイ。よし。こうやって光をしっかり当てて。あー、チェリー、そう。あかん。チェリーがガツガツやられる、今回。ね。少しずつやっつけていこう。また来た。これで終わりや。よーし、火が灯れば終わりなんですよ。テレサのステージはなんかね、アップ、画面アップができなくて、めちゃめちゃやりづらいっちゃやりづらいですね。よし、さて行くぞ。こっちへおいで。よっしゃ、でここを渡ろう。いいな、ダイダラくん。ダイダラくん今日も頑張ってるぞ。いいぞ。お、隠しコイン。よし、やっつけるか、こいつら。こら、ほら、ほら、ほら、よしよしよし、ドキドキした。なかなかやっつけられんかったからな。さて、なんもないよね、この辺。壁とかもしっかり見ていきましょう。さて、テレサここ湧くやろ。湧いた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 。めっちゃ湧いとるで、ほら。バリ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 。終わり？火ついたよ。片方ついてないけど。なんでだ？お、登るか、一回。よし。なんもない。うぶ、これ、うわうわうわ終わり。あ、火ついた。なんだこれ。あ、ダイヤモンドだ。あ、それダイヤモンドの存在忘れてたな。絶対どっかにあるからね、しっかり探していきましょう。さあさあさあのさ、よし、ちょっといきずバラバラならないで。よし、ダイダラくん、ダイダラくん2号ねえ。よしよしよー。はい、じゃあとりあえず2人で一緒に、次ここな、ここここ、でかーい、でかいテレサ、ほら、よーし、やっつけた。これ何これ、あっ、来たー、でっかくなるやつ、よかった、これがあれば最強。おっ、またおめえらはそんなとこでいつもいつもいつも、でもない、この辺。じゃあこいつら来るところに合わせてライター出て待っておきましょう。じゃあなー。はい、全部やっつけた。雑魚だったね。よし、上上がってみるか。これ火ついてたっけ。ねえ、わかんねえ。これコイン集めろ系かな、今回。ねえ、ふむふむふむ。あ、ここ飛び降りなきゃいけないんだ。あーえーって。よし、じゃあじっくりしっかり飛び降りて、俺たち。さあ、家の中になんかありますね。ワンナップキノコかな。もういない。めっちゃ湧くな、テレサ。ねえ、湧きすぎでしょ、これ。よっしゃ、全部やっつけた。オッケー、火ついたよ。ここなんか昔やった記憶あるな。なんか1の3とかそんなとこじゃなかったっけ、ここって。ヘイホーがやたらいるステージだよね。懐かしいね、なんだかんだ言って。さあ、最後のあと1個、ダイヤモンドはどこにある？待て。危ない、今の。これ、テリさん、場所、大丈夫？よし。よし。2人とも上がりきってないところで襲われたらたまったもんじゃねえぜ。ほら！終わりか？また来た！いっぱいいる！やめて！でも2人いたら全然怖くねえ。終わり？あ、終わった、火ついてるわ。いやでもこれ2人より絶対1人の方が簡単だと思うわ。だって2人だったら息合わせなきゃいけねえじゃん。せーのって言って、せーの、せーせーってね。
いこれ息合わそう苦手だから助かるわ。めっちゃブルってなかった君ら。ブルルルルルル大丈夫？上にクラウンあるね。さてここ通っていきましょう。こんにちは。待って出た！キングテルサ終わった。何もせず死んだキングテルサさあ隠しアイテムとかが結局多分見つけられてないんですけど今回大丈夫でしょうか。うわ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 チェリーボーイ。あ火で熱い。マジかマジか。これ帰れないじゃん。しかも向こう側。あここにまたチェリーボーイ。火で焼かれたらダメージ食らうなんて聞いてなかったよ俺ね。くっそーテレサだったちめー。悪魔みたいなやつらだなあいつら。うやめろやめろやめろ。来るな来るな。よしよしよし。襲われっぷりがえぐいねこれ。すげえ変なとこにいる。終わりが。またいたまたいた。終われ。あーしまったー。さあ、すべての食材に火を灯した。ね。これは名誉あることですよ、多分。知らんけど。ゴールしましょう。あー、大変だった。バンバーン。ってことで、コースクリアウ。え、ここのステージ、地味に難しかった。あ、来たね。すべての食材に火を灯した。もちろん達成できてます。あ、また招待状が届いたぜ。ね、今度は誰だ？ダイダラです。ダイダラですね、それ。はい、ベーストコインはあれだね。もっともっとコインパラダイス、もっぱらですね、もっぱら。やっていきましょう、もっぱら。ね、あの、ツルハシハンマーみたいなやつ、あっちはね、ちょっとダメだったので、今度ね、右側行きましょう、こちら。やっぱチェリーだわ、俺たち。俺たちはチェリーだ。始まった。行け！おお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 おわー結構取れたじゃん300枚ねえ。あのダッシュイーター久々に見たな。あれ何やったんだっけ。ダッシュイーターって 3D ワールドでめっちゃあったんだっけね。ギミックとしてあれめっちゃ難しかったな、のギミック。さて目当ての大川はどこだ大作戦で、今日はとりあえず次行きましょうか。さあ10面攻略して手紙もやったので次は11面。ゴロリパターンパネルロード。うわーこれはやばいぞ。パネルかこれ。パネルがカランコロンカランコロンって行くやつだよね。ねえガボンもおるやん。どっち行くどっち行くこっち行く。ガボンの鉄球鉄球で俺は死ぬ。痛いよ。鉄球やばいでしょマジで。ガボンガボン鉄球禁止。あっ遠近感つかめてなかった今のちょっともう一回もう一回もう一回やりなー。惜しい。ガモン投げさせてからでよくね。ぶっちゃけ間に合うでしょねえ。スイッチはあパタンパタンパタンするよね。でも一応なのであとちゃんと向きはこうやっていきましょう。で把握できないから。ガモンコバイボン。よし次。じゃあコインもしっかり回収してガボンの位置にも注目していきましょう。ガボンがスイッチを押してくれるのでありがてえありがてえ日本。よしじゃあガボン先生ダイヤモンジョイダイヤモンジョイゲット。よしやべ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 。ワンナプキノコもホッピーな。で あそこコインめっちゃ危ない。コイン取っとく？これ多分ね、コイン集めろっていうのが今回のあれだと思うんですよね、本当。ね。だから集めておくことに越したことはナッシングなので。よし。うめえ。なんだこれは。よいしょ。うめえ、うめえ。なんだこれは。ウォーシャー、キノコ。さあ、36。3月6日、大体の誕生日でした。こんにちは。よし。怖え。これ、鉄球って頑張れば止められると思うんだよね。あのあれ使えばあれしてこれしてそれすれば。さてダイヤモンドゲットを2つ目。はいじゃあ次行くぜ。さあガボン君よ。なんか複雑だなここ壁が張られたすごく。わわ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 かりづらいわかりづらい
わかりづらい壁に避けます。あ、ここにある。あ、待って待って、わわ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 わ、さよなら。わ、これじゃ寄り道してたら全然ダメだ。はい、じゃあとりあえず、ね、ある程度のところまでキノコの中間ポイントあたりかなまで帰ってきました。俺忘れてたんだけど、キノピオ隊長ってね、 B ボタン長押して走れるんですよ。え、これ重要すぎるテクニックじゃねえかって思うんですけど、そう、忘れてましたね、普通に普通にすっかり。なのでね、今回しっかり走っていこうと思います。で、コインよりもダイヤモンドを優先してね、行こうかなと思っておりまして、ダイヤモンドマジで急いで取ろう。ダイヤモンドベイビー、ダイダラなるぞ。ダイヤモンドベイビー、ダイベー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 じゃない。あかん、それはあかん、それはあかん。よし、さあゴールドキノコもゲットして、これは OK、 これは OK、 これは OK。 さあガボン先生、やめろよやめろよ、そういうことすんの怖いだろお前。おーおーおー、よし負けた。あお、壊れんだね。いやー、めんどくせえコースだったぜ。いや、やり直しがやっぱね、最初からになっちゃうっていうのが大変だったわ。さあコースクリア、やった。ふぅ、ダメージを受けなかった。だって、まあ、ちょろいわそんなの。当たり前の前でしょ、前の前の前でしょ。よし、さあちょっと今回はもう一個コースぐらい行っときましょうかね。ニョキニョキ小屋でクラウンラリーです。クラウンラリーシリーズだ、好き。クラウンラリー面白いよね、ここ。ニョキニョキ小屋、え、これって昔のコースだったっけ、ニョキニョキ小屋って。やべ、覚えてねえ、ここ。とりあえずクラウンにしようぜ。まず行くぜ。1、次あっち。ダイヤは湧いてない。どうやって行くの、どうやって行くの、どうやって行くの。ここか、ここや、ここ、ここだって行くやな。オッケー、ニョキニョキ。え、さあダイヤモンド見えた、あそこに。あーおー、これめっちゃむず、ちょっと登れてなかった。今登ってるつもりだったけど壁引っかかってたわ、ずっと。これね、分かったわ。あらかじめね、ヘイホーを倒しておいた方がいいわ。ヘイホー、ヘイね、ヘイヘイホー。そうしておかないと、さっきみたいにね、事故でやられちゃうことがね、多発しそうですので。えい、なんかヘイホーずっと見張ってるよね、この辺。怖いわね。ちょっとこれ剥がしとこうか、ここかな。ワンテッド、手が張り紙を剥がしとくタイプですのでね。ここに隠しコインがありましたね。よし、わ、これはまさかゴールデンダイダラ。今光ってたよね。隠して全部光るんだろうな、多分本当は。よし、それでは改めていきましょうかね。今度は大丈夫だと思います。で、ダイヤモンドが湧いた。で、次ここやな。おお、間に合うのこれ。間に合った。はい、次、あ、ダイヤモンド発見。え、いけねえ、あそこ出ていくんだよ。ここからか。え、これどうなってんの、ここ。わ、ヘイホーいたんだ、こんにちは。あ、やめて。さあ、ヘイホーを全部やっつけたんだけど、どうなってんの、なんか、なにこれ、なんか、どうなってんの、ここ。え、地下道、こんにちは。キノコだったりしない、これ。いや、ワンナップじゃん。ヘイホー結構あれやな、厄介やな。これ多分ね、みんな今回のね、チェックマークのミッション、おそらくだけど、聞いてくれる？おそらくの楽だけど、ヘイホーに見つからないで集めろとか、ね、無茶おっしゃるみたいなやつだと思うよ。まあ、コインの可能性もあるからね、しっかりコインも集めておきましょう。あそこにいるヘイホーが厄介なんだよな。よし。さあ、ダイヤモンドまだね、1個しか取れてません。え、登ってる？よし。で、次ここやな。これヘイホーの出てくるタイミングをちゃんと見とかないとダメじゃん、これ。ほら、ヘイホー。よし、今。はい、で、次。で、ここがわからんねんけど。あ、ここで降りんのか。で、ダイヤモンド取ってから、クラウン。オッケー。あ、ダイヤモンドめっちゃわかりやすいとこにある。で、クラウンどこ？そんなとこにある。え、あそこまでどうやってパッと行くんや？道わからん。え、どうやって行くの、本当に。あ、ここ通っていくのか。ねえ、あー、ここ降りて、ここから行くって感じね。オッケーオッケーオッケー。じゃあやり直しましょう。さてさてのさて、オッケー。ここ何個目だっけ、クラウン。よいしょ。4つ目か、これが。次ラストです。ね、さっきやったこのルートで。
行きましょう。ゲット、やったー。さあ、あとは取るだけです。お、ここにコイン置いてるね、ありがとう。ふー、意外と難しかったね、ここ。よし、さあ、見事ダイヤモンド全部集めて、クラウンゲッチュー、コスクリアウ。いいね、これ。うわ、出た、ダメージ受けなかった。だってくっそー、もう一回。さあ、敵たあ、あらがた倒したんですけど、1体倒し損ねました、こいつですね。まあ、最悪こうやって抑え続けたらいいんで、まあ、それでワンチャンいきましょうか。これでよくね、マジで。賢いぞ、ダイダラ君。待って待って、ダイダラ君、ダイダラ君は賢いのでは。これこれ来てるね。ズルじゃないですよ、皆さんね。お、これ死ぬ、大丈夫。よし、はい、獲得。で、次ラスト1個いきましょうか。で、意外と楽のショーでございましたね。さあ、これで終わり。そこに兵法のめっちゃ怖いんだけど。止めとこうか、一応。ドキドキするわ。ね、みんなも困ったら、このタッチペン、タッチペンというかね、あのジャイロ使ってキャラクターを押し止めることができるので、それ使って攻略狙ってみてください。よし、さあ、これで12面まで、全部のダイヤモンド獲得できました。ダイヤの総数36個ね。ダイダラの誕生日は3月6日、最高ですね。ということで、じゃあ今回これで終わりましょう。また次回見てください。キノピオ大賞って2014年なんだ。めっちゃ前やな、俺これ実況してたもんな。また見てください。お疲れ様。